ちは、シェルです。最近ですね、ずっと腰を痛めてしまっていまして、ようやく治ったんですけど、歩けない、重いもの持てない、なんか座ったり立ったりもものすごい時間かかるみたいな感じで、生活するのにちょっと支障が出てしまいまして、スーパーにね、食材を買いに行ったりとか、まあ料理をするのとかがちょっとできなくなってしまったので、この2週間ぐらい、Uber Eats をずっと利用してました。というわけでね、この2週間の私の食生活、Uber Eats バージョンをね、お届けしたいと思います。Uber Eats です。なんか大きな紙袋できました。今日ちょっとだけパン食べたいなと思ったの。だからパンにしたらさ、パンにパン来たからさ、こっちライスにしとけばよかった。今回の Uber はすごい可愛い。美味しそうな焼きたてハンバーグとフライドポテト、そしてピクルス、可愛い丸いパン、そしてこれなんだろうね、チーズとかついてんのかな。パンパンパンです。今日の Uber Eats はこんな感じ。今日もランチとディナー2回に分けて食べきる気がします。いただきます。今日も海外ドラマとともに Uber ご飯を楽しみます。今日のウーバーイーツはリブロースステーキ弁当です。ライスの上にステーキが乗ってて、サラダとあとお漬物と冷製パスタかな。ここのお店はね、ちょっと前に一回頼んでて、すごいお肉が柔らかくて美味しかったの。リピートで頼みました。今日はこちらのステーキ弁当を食べます。いただきます。あれだな、真ん中の美味しそうな、お肉がめちゃくちゃ柔らかい。今日はこちら細めのサラダパスタなんだけど、前回ペンネだったんだよね。だから多分毎回ね違うんだと思う。こういった付け合わせが毎回違うのいいな。今日も海外ドラマを見ながらウーバーご飯を楽しみます。今日のウーバーイーツはケンタッキーにしました。コロナで自粛期間中にケンタッキーかなり売り上げ上げてるんだよね。いろんなファーストフード店がある中でケンタッキーが一番というニュースを見ました。香りがもういい香り。ケンタッキーのオリジナルチキン、この形のチキンって他のチキンより小さいじゃん。この他にも実はオリジナルチキンを1個頼んでんだけど、なんかちっちゃい頃は今みたいな持ちやすいチキンしか食べれなかった思い出。こちら追加したオリジナルチキンなんだけど、今ならわかる。はい、こちらのクリスピーのチキン、なんかこれちょっと衣ばっかりで食べるとこなさそうな感じが漂ってるけど大丈夫かな。ビスケット美味しいよね。メープルね。ちっちゃいチキンとクリスピーとビスケットのセット一つと、単品でポテトの S サイズとケンタッキーのオリジナルチキンをね単品で頼みました。はい、全然見えない。多分全部1回では食べきれない量なので、今日はランチもディナーもケンタッキーだと予想しています。はい、それでは今日も海外ドラマを見ながら1日過ごしたいと思います。今日のウーバーイーツはこちらです。スペアリブ、思っていたよりもちょっと大きくてびっくりしてる。なんかね、写真を見た限りだとこの半分ぐらいずつのが2本なイメージだったんだけど、すごく大きいです。そして今日もパンにパン、前回さパンついてくるならライスにしとけばよかったって言ったんだけど、この丸い白いパンも美味しいし、これねチーズトーストだったんだけど、このチーズトーストもすごい美味しくて、そう食べ応えもあるし、そうなので結局パンを選びました。前回フライドポテトだったんだけどね、今日はベイクドポテトにしてみました。ちなみにねマッシュポテトも選べるんだよね。お肉の下にね野菜が結構入ってるの。なので同じレストランでね、今回もウーバーしてみました。ほっかほかです。今日もウーバーランチを楽しみたいと思います。今日はね、おっと開かない、ネットフリックス見ながらご飯にしようかな。 Dead to me さようならの裏にを見たいと思います。めちゃくちゃ美味しい。スペアリブ、ハンバーグも美味しかったけどスペアリブの方が美味しいかな。おお、柔らか。ベイクドポテトもありだな。引き続きランチ楽しみます。こちらのボックスはサラダ、
なんですけど、サラダ以外にもね、これフライドエッグだったかな、卵だったり、多分この下にベーコンも入ってたり、あとねハッシュポテトっていうのも書いてあったから、多分下の方にあるんだと思います。シーザーサラダボックスみたいな感じ。こちらねスフレパンケーキです。はい、これね、メープルシロップがここについてるのでメープルをかけていただきます。こちらが2カップドリンクとか書いてあったんですけど、1つずつそれぞれで2つのカップくるかと思いきや、こんな形のカップが届きました。パッションフルーツティーと、イチゴのティー、ストロベリーティーだったかな、どっちも美味しい。結構あれだな、甘みがあるからジュースっぽいかもしれません。というわけで今日はこんな感じのおしゃれランチいただきます。とろけるパンケーキだね。シフォンケーキみたい。この3つのパンケーキすごいボリュームありそうに見えるんだけど、多分スンってなくなっちゃう。一瞬でペロリだわこれ。やば、このふわふわ感が伝わるといいな。なんか空気って感じ、このふわふわ感。はい、だから多分カロリーゼロですね。はい、めちゃくちゃ美味しい。シーザードレッシング、オレンジのシーザーサラダね。しっかりしたベーコンって感じ、ほんのり甘いベーコン、なんか海外のダイナーとかで出てきそうな感じだね。はい、というわけで今日はちょっと可愛い感じのレストランのランチでした。今日もね、海外ドラマを見ながらウーバーご飯を楽しみたいと思います。今日のウーバーイーツはカレーにしました。いろいろ楽しめる感じのカレーでね、私ねカレーすごい大好きなんだけどね、辛いのがちょっと苦手なので、カレーはいつだってマイルド。こんな感じでラップがっつりしてあって、あのウーバーのその配達時にねこぼれないようにしてくれてますね。ありがたい。このチキンもめちゃくちゃ美味しそう。かなりほっかほかで届いて嬉しいです。それで今回はライスとナン両方楽しめるものを頼みました。そしてここにねきんぴらみたいのが入ってます。あのねサイトのメニュー見た感じ漬物って書いてあったの。漬物楽しみにしてたんだけどきんぴらみたいのだった。これ漬物なのかな、ちょっと謎です。こちらがマンゴーラッシーです。カレーといえばラッシーですよね。はい、なんかね本当は飲み物頼むつもりなかったんだけど、1500円以上頼むと200円オフみたいなクーポン券があったから、よし使おうと思って、はい、マンゴーラッシーを追加してみました。今回私が頼んだのはチキンカレーです。辛さを選べるのすごいありがたいね。ナンめちゃくちゃたくさん入ってる。おっきいナンが切ってあるんだね。おいしい。辛さがちょうどいい。ゴロゴロチキンが入ってます。うまっ。これ辛いかな、チキン全然辛くない。この刺激的な赤なんだけど全然辛くない。スパイシーで美味しいです。いいねここ。今日のウーバーイーツこちらです。野菜もりもりソース、はい、タコライスです。アボカドチーズタコライスということなので、このレタスの下にはアボカドとチーズとあとミートが隠れているはずなんですけれども、チリソースが2種類から選べて、辛口と甘口があったので私はその甘口、マイルドの方を頼みました。はい、というわけで今日はタコライス食べます。ちなみにねここのお店はね2度目です。ちょっと探ってみましょう。はい、いますね。ちゃんとアボカド見つけました。その下にチーズありますね。一旦隠しました。タコライスの完成です。野菜たっぷりですごい。なんか書いてあった、そういえば。半分が野菜ですって書いてあった。このタコライスは野菜がたっぷり取れるタコライスですね。はい、アボカドもちゃんといます。チリソースっていうのかな、このトマトソースがね、トマト感がすごくてめちゃくちゃ美味しい。モスバーガー、私はいつだってこれ、モス野菜。めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。大好きなの、モス野菜バーガー。セットにしたので、ポテト、ドリンクはこれ。はい、飲み物は 100% オレンジジュースです。モスバーガー大好き、すげーテンション上がる。今日はね、映画を見ようと思って。
毎回ウーバー頼むとランチで1食分頼むとね、食べきれなくてね、夜残り食べるって感じだったんだけど、こういうハンバーガー系だと1食食べれる気がします。なんて胃袋が赤ちゃんなんでしょうかという感じなんですけど、映画を見ながらウーバーご飯楽しみたいと思います。それではまたね。